に映っています。はい、はい、あ、いい感じですよ、ニューヨークみたいですよ、はい、ちょっともうちょっと向こうに行っていただいて、こんな感じで、はい、はい、こんにちは、画家でジャーナリストの増山玲奈です。はい、今日は NPO 法人貞子レガシーの代表の佐々木裕二さんをゲストにお招きしています。こんにちは。どうもこんにちは。貞子レガシーという団体はどんな活動をしている団体なんですか？はい、はい、代表がですね、私の父であり、広島の平和公園にある原爆のこの像のモデルになっている佐々木貞子の兄になります。私は貞子からすると甥になるんですけども、私と、父親と2人でその世界に広がる貞子ストーリーをなんとか、我々、人間同士の、心のつながりであったり、あとは一人一人の心を育てる、そういったことにですね、貞子ストーリーをうまくこうつなげていけるような活動をしていきたいなと思って、やっています。で、主な活動としては貞子が実際に闘病生活中に折った折り鶴、平和記念資料館に約120話ほどしかも残ってないんです。で、それを世界中貞子がゆかりのある場所に寄贈するということで送らせていただいてるんです。で、今現状日本国内と海外を含めて6話貞子の鶴が実際に飛び立ってるんですけども、一番最初がニューヨークグランドゼロの、追悼センターに1話、そして2話目が、オーストリア、ウィーンという町の郊外にあるヨーロッパ平和博物館の中の図書室に2話目、3話目が、日本が、奇襲攻撃をかけて、きっかけとなった太平洋戦争、きっかけとなった場所ハワイの真珠湾ビジターセンターに行ってます。そして4話目がイランのファーラビ映画財団というところに寄贈させていただいております。で、これは、実はイランにもその貞子の絵本が、読まれてて、子どもたちも含め、貞子のことを知っている子どもたちがいっぱいいるから、ぜひ貞子を題材としたイラン映画を作りたいということでお話があったもんで、それがきっかけでイランに行きました。で、今イランと日本の合作映画ということで貞子をテーマにした映画を制作中なんですけど、それが、海外に行った4話目です。そして、5話目が、沖縄市に寄贈してます、沖縄市役所の1階に展示してあります。で、最後6話目が貞子の母校である広島市内にある、上里町小学校というところに寄贈しています。今後も、その世界を含めて、その貞子の鶴をですね、いろんな場所にこう寄贈して、世界中の人々の、言葉や文化習慣垣根を越えたそのコミュニケーションが取れるようなつながりを持てるようなその、架け橋になってほしいなと思って、今後も送りたいと思ってます。で、その鶴を送るということは一応今貞子レガシーの活動の、大きな柱になってますね。そういった、やっぱり貞子というよりも今後も、折り鶴っていうもの自体をね、これは日本の独自の文化としてもそうですけども、世界中にもっともっと広めていきたいなと思ってます。なるほど。裕二さんはその鶴を折るということで社会貢献をされたいということを先ほどおっしゃってたと思うんですけれども、はいはい、どんな社会貢献を鶴で今後していかれる予定なんですか？そうですね、まずは、原爆のこの像には毎年、年間ですね、世界中からその平和の祈りを込めた折り鶴が重さにして約10トン、量にして1000万羽の折り鶴が毎年届けられるんですね。で、その折り鶴は、折り紙でできてますから、同じ紙に再生することができるので、原爆のこの像に届いた折り鶴を例えばノートに再生したり鉛筆に再生したり、そういった、ことが、できれば、折ってもらった折り鶴は
ノートに再生して例えば、紛争地域の子どもたちの、勉強道具になったり、するとかですね、それが一つであとは、折り鶴を、まあ今ちょっと僕の方でオリジナルの貞子の折り紙を考えているのが、蓄光塗料を使ったあの紙を用いて折り鶴を折る要するに光る折り鶴を作りたいなと思っててでそれは光を蓄積してそれを暗闇で放出するということで約10時間ぐらい光るようになってるんですね。でその折り鶴を例えば世界中 の、 その災害が起きている地区に送って、夜になるとそれが光をためてこうぼわっと明るくなってですねその寂しその、災害があって、辛い思いや寂しい思いや、そういったものをですね少しでもこうなんか和らげて、力を与えてくれるようなねなんかそういうこともやりたいなと思っててそうすると自分が折った折り鶴がそのまま、困っている相手のところに届き、相手の手助けになるというような、社会貢献というか、要は人間同士が、お互いその支え合って生きるというようなものの重要なツールになってほしいなというふうに思います。すごい素敵なビジョンですね。去年の夏にインドの、田舎のビジャプールっていうところで、はい、電気もあんまりないような、はい、お家の子どもたちと一緒に絵を描いて一番最後にね、鶴を折って壁に貼ってきたんですけど、ああいう子たち牛と一緒に暮らしてたりしてね、はい、夜暗いんですけどそこでそういう光る鶴があったらすごく素敵だなと今話を聞いて思いました。そういうつながりができれば、はい、またで向こうの送ってもらった子どもたちも同じようにまた自分たち以外のところで困ってる子たちもそうやってちょっと助けてあげようかなという余裕が出てきてくれればねいいこうつながりになってくるんじゃないかなと思いますよね。はい、実は今年、戦後70年ということでインドのジョン・デバラジさんと私増山玲奈共同企画で佐々木貞子さんをテーマにした映画を撮ろうと思っております。でそのことでユージさんにもご協力いただきたいなと思っているんですけれども この夏はよかったらインドにもその貞子さんの鶴を映画と一緒に届けるような流れを作れたらなと思っておりましてぜひ実現できるようにご協力お願いできたらなと思います。いやもう本当にそれは嬉しいお話で僕自身もインドに貞子が伝わっているという話は実は聞いてたんですね。で、イランにはおととし寄贈しましたしやはり今その紛争という意味ではねその中東アジアその辺が非常にそのとても僕らの中で大切なね本当に考えなくちゃいけないことがたくさんある場所だと思うんですよね。だそういうところにできるだけやっぱ貞子の面を送りたいと思ってたので今回こういうお話をいただいてぜひ今年の夏にその映画のね、完成とともに貞子の鶴を寄贈させていただくことができればそれはもう本当にありがたい嬉しい話です。ぜひ実現させていただきたいと思います、はい、僕もできる限りの協力をさせていただきます。ありがとうございます。貞子さんが白血病になられてから折られた鶴っていうのは貞子さんがもっと行きたいもっと勉強したい本当は大きくなって夢を叶えたいっていうそういう思いが入った鶴だったんじゃないかなと映画のイメージを膨らませながら改めて感じてまして、で今世界中で貧困や戦争などいろいろな理由でその夢を叶えられなかったりその育ちにくかったり暴力の中に生きていたりいろんな子どもたちがいると思うんですけどできたら全ての子どもたちが伸び伸びと生きれる世界を作りたいっていう思いでこの映画を作っていきたいなと思います。そうですね、本当に貞子はただただ早く中学校に行きたかったんですよ。
行って勉強したかったんですよ。ちょうど入院したのが小学校卒業するちょっと前の2月なんですね。で3月の結局小学校の卒業式は出られず、そして4月になってみんなは登町中学校に進学する。でそんな中でもうとにかくすぐ治って、自分は学校行って勉強するんだということで、枕元に勉強道具を、ずっと置いてたんです。それはもう自分のそういう思いからですね、すぐ治って学校に行きたいという思いで置いてたんで、まあ、本当に単純にそういうところだと思います。行きたいという思いで鶴を折り続けたと思うんで、そういう思いをその、まあ、僕らこの同じ地球上でね、生きる人間として、まあ、いろんなその自分が住んでる場所での環境があると思いますけども、そんな中で、一人でも多くの人が、貞子がそうやっておったように生きたいというその一筋の光をね、真っ暗闇の中でも一筋の光を求めて、なんか生きていきながら、そしてその、光をきちっと最後は見ることができる、そういう世界になるためのなんか心の本当に何でしょうね、その折り鶴が後押しをしてくれるようなね、そういうものになってくれれば本当に嬉しいですね。ありがとうございます。今戦後70年なんですけれども、当の日本ではなかなか佐々木貞子さんのことをすぐに、貞子さんと言ってイメージしてくれる人が少なかったり、戦争の記憶っていうのがどんどん失われているという状態だと思うので、この映画を撮影しながら日本の子どもたちにも戦争のことをもう一度考えてもらったり、その周りの大人たちももう一度考えて、なんとか平和な世界を作れるために何ができるかなということを考えるようなプロジェクトに育てていきたいなと思います。今日は本当にどうもありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いします。言っちゃいましたいいんじゃないですか、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。これで大丈夫かな、多分大丈夫じゃないかと思うんですけど。大丈夫そうですね、はい、なんかいい感じですね。なんかニューヨークっぽいですね。ニューヨークっぽいです、すごいニューヨーク、かっこいいですね。すごい、わー。